メルコスール2005メルコスール2006メルコスールは1991年のアスンシオン条約と1994年のウロ・プレト議定書により設立された南米の貿易圏である。日本語では南米南部共同市場または南米共同市場と訳される。日本の外務省やジェトロ、ジャイカなどは全社を用いることが多い。アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ。 ウルグアイが生加盟している。ベネズエラは生加盟国であったが2016年12月1日から加盟資格を停止されている。準加盟国はボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナムである。メルコスウールの起源はラテンアメリカの地域経済市場の構成に関する議論に関連しています。 これは1960年のラテンアメリカ自由貿易連合条約に遡り、1980年代にラテンアメリカ統合連合がそれを継承したことに由来する。当時、アルゼンチンとブラジルはイグアス宣言に署名して二国間委員会を設置し、翌年には一連の貿易協定を締結するなど、この問題を進展させていた。1988年に、 両国間で調印された統合、協力、開発条約は、共通市場の確立を目標としており、他のラテンアメリカ諸国も参加できるようになっていた。パラグアイとウルグアイもこのプロセスに参加し、4カ国はアスンシェオン条約の調印国となった。この条約は、南部共同市場を設立したもので、地域経済の活性化、物、人、労働力、 資本の移動を目的とした貿易同盟である。当初は自由貿易権が設定され、加盟国はお互いの輸入品に課税や制限をしないことになっていた。1995年1月1日からは、この地域は関税同盟となり、すべての加盟国が他国からの輸入品に同じ割り投量を課すことができるようになった。翌年には、ボリビアとチリが、 加盟国となった。他のラテンアメリカ諸国も加盟に関心を示している。メルコスールの目的は自由貿易ともの人、通貨の流動的な移動を促進することである。設立以来、メルコスールの機能は何度も更新され修正されてきたが、現在は関税同盟限定されており、ゾーン内の自由な貿易と加盟国間の共通の貿易政策が存在する。 2019年の名目国内総生産は約4.6兆ドルで世界で5位の経済圏となっている。この圏は人間開発指数でも上位に位置している。メルコスールはイスラエル、エジプト、日本、欧州連合などと自由貿易協定を締結している。欧州連合のような自由貿易市場の南米での創設、具体的には域内での関税撤廃と 域外共通関税を実施することを目的として、1991年にパラグアイのアスンシオンでアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルの4カ国が調印。1994年12月には4カ国首脳がブラジルのオーロプレットに集まり最終議定書に調印し、1995年1月に発足した。加盟国は2004年12月以降案です。 共同市場と相互に準加盟の形で協力関係にある。2005年発足予定であった米国主導の米州自由貿易地域計画に先行するものと見る期待もあったが2005年11月4日5日にマルデルプラタで開かれた第4回米州首脳会議で当時のメルコスウル諸国とベネズエラの反対で FTA 計画は頓挫している。この後に ベネズエラがメルコスールへの加盟を表明した。ベネズエラを加えて南米全体の人口の約7割にあたる2億6000万人、国内総生産全体の75%を占めることになった。ベネズエラと他の加盟国との間の貿易関税は2010年から2013年にかけて撤廃される予定である。アルゼンチンのフェルナンデス大統領とブラジルの ルラ大統領は2008年2月22日、メルコスールを強化することを謳った共同声明を発表した。声明は、不干渉と国際法の尊重が両国の基本原則と位置づけている。2010年8月3日、アルゼンチン西部のサンフアンで首脳会議を開いた。ベネズエラ・コロンビア間の危機を打開するために、 南米諸国連合の首脳会議をできるだけ早く開催するように呼びかけた。会議には加盟国のアルゼンチンブラジルウルグアイパラグアイと準加盟国のチリボリビアの大統領が参加した。正式加盟手続き途中のベネズエラのチャベス大統領に代わりマドロ外相が参加した。2011年12月20日、ウルグアイの首都モンテビデオで首脳会議が開かれた。 最終宣言で4カ国は南米地域で起こった重大な人権侵害について記憶、真実、正義を追求する立場を再確認し左翼政党やローソ活動家を弾圧したコンドル作戦をはじめ南米南部における共同弾圧網に関して情報を得る専門グループを設立すると述べた2019年6月28日欧州自由貿易連合 カナダ、シンガポール、韓国とも FTA 締結を交渉している。ありがとうございます。